はい、EC チャンネルの松木雄です、今回も青柳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は、まあ、いろんなあの知見をお持ちの青柳さんが今ちょっとコンサルをされているということなので、どんな、まあ、事業者の方にどんなソリューションをしているのかされているのかっていうのをちょっとお話聞いていきたいというふうに思います。はい、はい、ではまあその B2B のそのコンサルのまあビジネスモデルというかどんなことをされているのかっていうのを簡単に教えてもらっていいですか。はい、通信販売をなさってらっしゃる、会社様にお邪魔をします。はい、で、お伝えする内容はまあいろいろあるんですけれども、例えば一社様では、組織の作り方、組織の作り方、はい、をお話ししたりしています。まあ、その会社さんは、売上が、まあ、あのそろそろ、3桁みたいなすごい大きな会社でいらっしゃるんですけれども、まあ、会社がまだ若くて、役員の方々も、どうやって、人のマネジメントをしたらいいかとかが分からないという話が多いので、そこでは、まあ、通販コンサルというよりかは経営コンサル的な、行動をやっています。おお、はい、なんでそれができるんですか。それはやはりその非上場の会社にいて、上場会社も経験して、まあ、いわゆる IPO といって、まあ、こう株をこう金を鳴らすみたいなことをやってきた過程において、そういう教育を受けてきたからです。はい、それを受けてる人は、まあ、要は受けてない会社にとっては全然知らないことばっかりと。そうです。で、どんな会社でもある程度当てはまるそういう教育方法、はい、組織作りがあるってことですね。はい、なるほどなるほど。をやってる会社もありますし、今一つね、はい、いわゆるその、まあ、LP だったりとか、ページの作り方だったりとか、どうやったらお客さんからリピートをしてもらうのかっていう、いわゆるその通信販売の事業のやり方を教えてるところもあります。はい、で特に得意としてるのは、最近やっぱインスタグラムからの注文をどうやって取るか、はい、そういうところが得意になっています。インスタはちなみにその投稿メディア展開なのか広告両方含めてですか。インスタグラムの考え方と、世界観の作り方と、どうやったら、そのユーザーが、そのインスタグラムを見て、購入に至るかっていうその動線作り、だから別にキャスティングとか、アフリエイトとかそういう話ではなくて、しっかりと売り場を作る、インスタグラムでの売り場を作るっていう考え方です。なるほど、はい、なるほど。っていうのが得意です。はい、得意になってました。はい、それ以外はないですか。もう今の話とかそういう、いや、アパレルとかもやってますので、中国貿易。ほうほう、はい、まあ、どうやってそのアパレルをその日本で販売するにあたってどういうところから仕入れてきて通関どういうふうに通して、ほうほう、値段の付け方はこれぐらいの金額 で、どういう人にそれを、PR してもらうで売り上げにつなげるか、いわゆる楽天の中での売り上げだったり、まあ、そういうのもやったりしてます。なるほど、はい、だからまあ単品通販以外にもやってるので、まあ、単品総合、まあ、総合でいうとそのアパレルだったり違う商材もあります。そしたら経営コンサル的なところもあります。ほうほうほう、で聞くとなんかすごい幅が広くて、そうですね、ある意味ちょっと掴みにくいところもあんねんけど、はい、実際どんな商品とかサービスとか、はい、事業形態とか、はいはい、でどんな悩み事がある場合に声かけてっていうふうになるんですか。そうですね、スタートアップのお客様が得意なので、ほほほ、はい、まあ、新規商材を発売したいという時とかにお声掛けいただくと、すごい、どうすれば損をしないかっていうのは、まあ、自分自身が通信販売の会社をやってるので、すごく分かるところです。はいはいはい、なるほど。逆に苦手なのは、もう飽和状態になってるところは、はい、ちょっと苦手で、マスの広告は私あんまり得意ではないので、そっちになるとちょっと苦手になります。まあ、コンサルという立場でいくと、まあ、日本全国にいろんなコンサルの方がいらっしゃる、はい、まあ、僕も一人含めてね、はいはい、自分でそのね、他の方のコンサルとのなんか違いとか独自性ってどのあたりで感じてたりアピールしてます？今いらっしゃるそのコンサルタントの先生方は、うん、大体昔通販をやってたって人が基本です。現役でやってて、うん、両軸でやってるってところはあまりいらっしゃらないです。はい、で私自身がその現役で通信販売やってるので、私のところでちっちゃくテストができて、その成功したネタをお客様に共有できます。ほう、はい、ほうほうほう、それはなかなかないっすもんね、コンサルでそういう
事業されている方、ね、そうですね、はい、はい、それが一つの強みになってると、はい、コンサルっていうのは、まあ、ある意味なんですかね、あのちょっと先生みたいに言われることもあったり、はい、ちょっと立場関係でいくと業者扱いをあまりされにくいような立場なんですけど、まあ、その中でいくと、まあ、そもそもあれか、まあ、コンサルっていうような業種とかそういうビジネスにされてる理由って何かあるのかな。それはあの自分がそのビジネスをこう今回立ち上げるにあたって、周りの人たちにいろいろいっぱい教えてもらったっていう経緯が、うん、まあ、ありまして、うん、数年間にわたって、うん、やっぱりそこに対して恩返しをしたいのが一つ目と、やっぱりこうアウトプットをするということは、うん、まあ、自分の振り返りにもなるので、人に対して説明をできるということは自分が理解していることの表れでもありますから、やっぱりこうそういう仕事をすることで、うん、自分自身 の、うん、あのスキルアップにもつなげたい、うん、なるほどってことです。どんな仕事というかクライアントのどんな仕事をしたいですか、希望として。そこはあんまりないですよね。あんまりないんですけど、厚生命大が商売をやってらっしゃる方と付き合いたいです。あ、なるほどなるほど、はい、まあまあそこは、ね、商材は何でもいいんですが、まあ、そのグレーだったりとか、苦労を、言うところではなく、お客様と本気で向き合うということをちゃんと考えてくれるようなクライアントさんがいいです。したくないというのはそんなないですね。はい、でも断ることってないですか、コンサルで。断るっていうか、まあ、その完全に断るわけじゃないけど、いや難しいですよとか違う方を紹介するとかそういうことってないですか。あります。どういう場合は、予算がまず合わない場合、単純に、まあ、お客様が、まあ、少額だったり高額どちらもあるんですけども、まあ、求めてらっしゃる内容がそもそも合わなくて、私そのお客様に対して私が手を動かすことはしないので、中で誰か動いてもらわないといけないんですけど、その動かない、要はあの誰かにしてもらうみたいな感じの方もいらっしゃったりしますから、そういう場合はお断りしますね。はい、そこは僕もねコンサルやってるから分かるんですけど、はい、やっぱやってほしいって来るじゃないですか。そうですね。実務的なもの。そうですよね。はい、その場合はどうしてます？断ってるんやろうけど、どう断る？いや、本質をご理解できないのであれば、要は誰かにしてもらうってことは自分事じゃないわけですよ、結果としてね。だから、先ほど、そうですね、例えば私の会社だったりすると、私、物流を外に委託したくないんです。なぜかというと、出荷がどういう状態か知りたいし、戻ってきた、まあ、レンタルに戻るんですけど、戻ってきた状態も自分らで確認したい。という感じで、やはりその一つずつ細かなチェックポイントを見ていきたい、それを誰かにお任せするってことは、まあ、ぶっちゃけまあ投資みたいなもんで、お金だけ預けてあとやってねっていうのも変わらないので、そういうクライアントさんはうまくいかないと思います。この社長とかこの会社はうまくいきそうだと、逆にうまくいかなさそうだっていうのがあると思うんですけど、はいはい、まずはその社長とか、はい、どんな社長は優秀とか、それって何か感じとかありますか。投資をできるかできないかだけです。投資、はい、投資の概念を経営として判断できるか、まあ、例えばその広告費を月に例えば5万円しかかけない会社と100万円しかかけない会社、まあ、いろいろ広告費も幅があるんですけど、かけなきゃいけないものはかけなきゃいけないので、でもその後にリターンもありますよってご説明しているのにもかかわらず、いやお金がないからっていうと、そういうのはうまくいかないですね、絶対に。これ人も物も全てそうです。ダメな方ってどうですか、今の話なのかな。そうですね、もう完全にもうそうですね。だから、投資の考えが、投資がどういうものかがお分かりになってない方が経営者だったりすると、まあ、すごい難しいですし、投資、あとはそのいわゆるリピート通販をやったことないような方々、いわゆる物販、普通の単品の物販とかをやってらっしゃる方だと、まあ、その利益の出方が全然違いますから、いつまでこの赤字が続くのみたいな、そういうのもありますし、あとお客様を大切にしない会社、そこってでも全く仕事を受けないわけでもないですよね、その基準はね。あ、そうだから変えてくださいと言います。ひどくない、はい、そうですね、そういうことですね、はい、コンサル日本語で言うと何なのかね、何をする人のイメージも。あ、一緒に助走する人です、僕の場合。助走、先生じゃなくて、あの人さんがこう走ってるのを助走を一緒にして頑張れってこう応援し続ける人。ほう、
例えばあのマラソンされてる時に、うん、あの目が見えないような方がマラソンされる、うん、一緒に走る人、うん、あんな感じの意味ですか、うん、どういう意味ですか。横に応援する立場、そう、こう行きなさい、こうしなさいと、うん、もっと頑張れと、もっと休憩しろと、こうこうこう、はい、右左とかを一緒にお伝えするイメージですね。ほう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 。とかまあ伴走って言ったらなんかちょっと横にいるだけっていうふうにもなんかちょっと取られるけど、そうじゃなくて、まあ例えばマラソンやったらそこの道とかっていうのが分かっているところを道しるべをこう誘導してあげる、最短で行けるようにしてあげる意味合い、はい、決して上とか下ではないです。僕のだからさっきまあ松木さんが先生っていうことをおっしゃいましたけど、うんうん、先生とか僕はすごく嫌なのでそういうのやめてって僕は言いました、はい、それでも言ってきたら言い続けてきた言ってきても、まあそれはそれですけど、まあ、主体は僕ではなくてお客様にあって、うんうん、お客さんが自身でできるようになってで我々のような支援がなくても自身でできるようなことが重要ですか、うんうん、ってなると例えばその自分たちそう思うじゃないですか、うん、思ったとしてもクライアントとか発注する側はコンサルってどういうもんやと思ってると思います。最初にそこを話しますと、この方ほうほうほう、はい、こうですよと、なんか手は動かしませんと、うん、あくまでもそっちでやってくださいね、うんうんうん、なぜこういう理由だからっていうのを説明した上でしか契約結ばないです、うんうんうん、なるほどね、はい、それ超重要ですよね、コンサルでやる部分。そうですね、はい、そうじゃなかったら本当に一業者ある意味こう業務委託的にあれもこれもしろとか、そうそうそう言ってくる方はいらっしゃいますよね。なっちゃいますもんね、はい、まあ、一番なんか失敗とか、あこれはうまくいかなかったとか、こうすればよかったなみたいな、なんかありますかね、失敗だって。先月、うん、あるお客様が新商品を発売するにあたって、うん、相談をいただいたんですけど、うん、事例を伝え漏れまして、他社の成功事例、ほう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 、後で思い出して、うん、まあ、今月の定例でお伝えしたんですけど、おうおう、まあ、そういうことですね。まあ、それは日々のね、コンサルの業務の中での、はい、あこうしておけばなっていう話だけど、はい、なんか大きな失敗って特にないですか、はい、例えばコンサルって完全に続くわけでもないじゃないですか、はい、まあ、途切れる時とかなんかこうね、認識の違いとかどうしても起きたりとかして、まあ、そのうまくいかないっていう契約上ね、まあ、そうですね、そのうまくいかなくてご解約になるようなお客様の多くは、うん、言ったことを素直にやってくれないお客様がそうなります、うん、どうしても、うんうんうん、だから本来の目的を多分私が伝えれてなかったから、まあ、解約になるんでしょうけれども、うんうん、こうすれば成功するっていうのは分かってるのに、うん、それを無視して失敗する方向に行くお客さんが、うん、まあ、中にはいらっしゃって、それは、まあ、こっちに対する信用がないからそうなるだろうし、うん、それが結果として価値がないというふうに思われて解約になるんでしょうが、うん、まあ、最初は素直に言うことを聞いていただきたいなと思います。うん、はい、うん、まあ、そうね、はい、いうこというかやってほしいっすよね、一番ぐらいベターな、はい、ベストな提案をしてるわけ、そうですのはずですね、はい、ですからね、はい、だから決してその会社からお金をむしり取ろうと思ってるわけではなくその会社のためを思っていろいろ言ってるんですけれども、ね、まあ、それがその受け入れられずに、まあ、ダメな方向になるのは、うん、まあ、残念な感じを受けます。次にそしたらそのコンサルという仕事をしてる中で、まあ、嬉しい時、喜びを感じる時ってどんな時ですか。まあ、やっぱ売上が上がった時は一つダイレクトに感じます。売上、はい、まあ、例えばこの施策をやってくださいって言った時の後に売上が上がったりとか、うん、お客様から実感したと、うん、実感した、うん、例えば今やってるお客様の中で、うん、そのお客様に対するその返答の仕方とかをずっとやってる会社さんがあるんですけど、うん、まあ、CRM についてはすごく積み重ねてきた実感を最近感じると、うん、で、まあ、実際の解約率とかも僕が入る前と最近だと、うん、まあ、何パーセントも違ってきているので、うん、はい、そういうのをお客さんから言われたときはすごい良かったなと、もっと頑張ってほしいなと思います。うん、分かりやすいパターンね。あ、そうです、はい、逆に数字に見えない場合とかであります、うん、あこれは良かったな、うん、コンサル依頼してる方なとか自分の価値が出せたなっていう時って、お客さんが自身でできるようになった時、もういらんすね、僕ってなった時は。なるほど、それがなかなか難しいところね。あ、まあ、それはそうなんですけど、嬉しいけどもう、はい、いらんだろうって話しちゃうと、はい、もうお伝えしたからもう、まあ、あとはスポットで時々お願いねみたいな感じが。なるほどね、はい、そういう意味ね、はい、まあ、ただコンサルって
卒業があるかないか問題はあるけど、そうですね、一応あるというかないかとかね、まあ、僕自身が、走り続けて成長しているので、うん、そういう意味だとないんです、うんうんうん、はい、だから卒業されるってことは、うん、まあ、僕の出すアウトプットがもう枯れただけの話です。なるほどなるほど、はい、確かにコンサルをやる立場としてはそう思った方がいいですよね、はい、事業者が成長したからじゃなく、うん、それはもちろんのことだから、そう、それより先言っとけばやっていただけの話ですよね。コンサルでその、まあ、尊敬してるとかその、ね、参考にしてる人ってなんか誰かいらっしゃる、どんな人がいらっしゃる、まあ、松清さん、まあまあ、はい、あ、ちなみに どういうところを参考にしてたりしますか。いいなとか悪いところを真似しない、まあ、もうそれもそうですが、やっぱ、まあ、CRM のプロだとして思うと、うん、まあ、表現だったりとか、うんうん、言い方とかにスキルテクニックをすごく感じるので、うん、はいはいはい、その辺はすごい真似したいなっていうか、まあ、盗んでる感じがあります、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、僕以外はどうですか。僕以外は何かいますよ、うん、どういうところを参考にしてるか、コンサルティング、まずアンテナの張り方を参考にしてます。まあ、コンサル業ってやっぱりインプットがないとアウトプットできないんですけど、どうやってみんなインプットしてんだろうっていうのは、はい、思います。どこでそのネタ仕入れるのかは見ますね。そうそう、はい、そうやってちなみになんか どういうことなのか、どういうふうにインプットしてる、すごい人は、参考になる人は。すごい人はやっぱ勉強してるし、いろんな勉強会にもいるし、あ、まあ、飲み会の場にもいたりするし、まあ、やっぱいろんなお客さん先をこうやっぱいる感じがしますね。あ、なるほどなるほど、はい、行動してるわけね、その収集の、はいはい、コンサルで、まあ、その何やろ、一番大切なことって何ですかね。お客さんの中に入り込むこと、まあ、信用してもらうことだけなんですけど、はい、なるほどなるほど、はい、信頼をどうやって早い段階で勝ち取るかです、はい、信頼を勝つと、はい、信頼してくれないと正直なこと言ってくれないんです。正直なこと言ってくれないと施策がずれるんです。はいはいはい、でこっちに言わなくて他のコンサルとかに相談してたりすると、うん、まあ、すぐ分かるわけですよ。そうですね、そういうことされてる、なるほどね、はい、この、まあ、僕と青柳さんちょっと通販のゼミをやってたりしますけど、まあ、ちょっと青柳さんの口からですね、ゼミどんなゼミでどんな人が来てほしいかみたいな。ああ、なるほど。我々のゼミは、まあ、その単、まあ、単品リピートとは書いてはいますけれども、実際そうじゃないお客様もいらっしゃるし、まあ、あの本気で通信販売をどうにかしたいと思っていらっしゃる方だと、うん、まあ、門戸は開いてますので、うん、ぜひお越しいただきたいと思います、うんうん、で、我々から聞いたことを、うん、あの実行していただきたい、うんうん、それが価値があると思って我々はネタを提供してコンテンツを出しているので、話を聞いただいてたと結局自分ごとにもできなく忘れちゃう、うん、だから必ずやるっていうところまでをやれるような人にはぜひ来ていただきたいなと思います、うん、なるほど。これはまあ支援側の方でも、まあ、あのクライアントに提案するにあたって知っておいた方がいいことはあるので、きちんとそういうことができる会社さんだったらぜひ来ていただきたいなと思います。はい、もうちょっと追加するなら、このコロナの中で、まあ、要は勉強会とかね、協会のなんかこう定例会とか、うん、もうどこもあのそういう協会も全然やってないんですよね、はい、やってなくて、かつじゃあリモートでガンガンできてるか、ほとんどできてない、うん、実際やったとしてもあんまり集まらないという、はいはい、感じでいくと今すっごいこう情報があんまりこう行き渡らない環境に今なってて、あ、そうですね、なぜか、はいはい、リモートが活用できたらそれはいいんだけど、逆にそれができない、まあできない理由が何かっていうところも考えなかったけど、でも実際はやろうとできるはずなんですね、はい、リモートで僕らもゼミやったりとかするわけだから、うん、だからそこの意識変えてリモートでもうそこの、まあ、リモートの良さ悪さっていうのはあるけど、うん、リモートで学べることっていうのはやっぱ当然あるし、情報がやっぱり命なんですね、はい、通販っていうのはね、まあ、そこの情報が、生きた情報を得られるっていうので、ぜひ、まあ、ゼミの方も興味ある方はちょっと概要欄とかご覧ください、はいはい、こういう質問してみようかな、はい、プロフェッショナルとは何ですか。仕事の流儀的なやつ。あ、プロフェッショナル、お客さんがプロフェッショナル、まあ、うん、なんでしょうね、人から認められることです。人、評価は人がするものなので、うんうん、基本的には、うんうん、自分でするものではないです、はい、だからプロフェッショナルって言いたいのであれば、うんうんうん、人から、うん、もうすごいねっていうのがプロフェッショナルだと
起業を考えられている学生さんとかね、はい、まあ、そういう方もちょっと見てもらいたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、学生時代に何したらいいかとか、どんな会社に入ったらいいかとか、起業するときにどういうことをまあ考えて行動を今からしとけばいいかなみたいな、なんかメッセージってありましたかね。そうね、起業にあたって、起業にあたって、まあ、覚悟と、行動を起こしてほしい。まあ、覚悟はすぐできるので、行動するかしないかは、そのあなた自身ですと。だから、まあ、会社帰っての時間はあるし、土日も時間はあるので、まずはどれだけの、量を人よりも多く担保するか。で、量を積み重ねることで、それは質に転換されてくるので、その質が良くなってきた時点でもう一度決断する。だから、まあ、独立したいとか起業したいと思ってらっしゃる方は、まずはいろいろ行動を起こす、行動を起こしていろいろ自分自身で、どれが正しいのかっていうのをやるべきですね。本を読んだだけだと行動にはならないので、行動をするっていうところだと思います。会社員の方、まあ、会社員で言っても起業を考えるとか、はい、なんかすごいところに転職したいとか、そういうこう月額とか、自分で事業やりたいとか、そういうふうに思ってる人にこう投資というか、ね、英語を読めるようになりましょうです。ほう、というのは どういうことですか。まあ、まあ、今でも Google の翻訳だったりとかいろいろ英語を読めますけれども、やはりその日本はやっぱりそのビジネスではやっぱ遅れてます。だいぶ遅れてるので、やっぱりその英語圏の最先端の情報をちゃんと読める、まあ、今だと英語と中国語なんですけれども、はい、っていうのができてこそ新しいビジネスの発想ができると思うので、まあ、英語は必須だと。マーケティングって基本アメリカからね、まあ、5年ぐらい遅れて日本に入ってくるとかっていう話は多々あるけど、はいはい、そのアメリカのビジネスモデルとか最先端でやってるところ の早く日本で取り入れたら当然成功する確率が高くなるという、はい、新会社側も事業する側としても良好そうと思いますよね、はい。まあ、でも日本にある今 の、いわゆるウェブのサービスなんてほとんど海外に焼き直しですよ。8割ぐらい感覚的に大体全部海外であったやつが日本版に入ってローカライズされてるだけ。私自身もそのサブスクリプションのネタは全て英語圏のサイトしか読まないです。なるほど。日本のそのサブスクリプションのやつは嘘ばかり書いてある。まあいろんな本は出るよね、はいはい。まあ、まだ情報的にはまあ浅いのかもしれないですよね、そこはね。はい、分かりました。今回は要は青柳さんが、まあ、通販会社、はい、特にの方にどういったソリューションというかね、価値があるかっていう話をメインに話しました。青柳さんになんか仕事とかね、相談してみたいという方がいらっしゃったら、はい、こちらの概要欄のところから連絡をもらって、僕の方からおつなげするので、そういった形でよろしくお願いします。はい、今回は以上です。どうもありがとうございました。